キャップなんか持ってくるじゃないですか。だから正面でしょ、一本一本取ってくれ、王様のお墓ね。だから骨どこに預けたあれ、一番上でトンガツ、トンガツ石段なんか四角の台でその間柱がパイマンを置いてくる。その中にね、あれか骨が入ってた、あれが一番上で、じゃあなんかあれ、トンガリが挟んでる。お疲れ様でした。じゃあもう一度今のお寺の名前というのは新三百という名前、この言葉を昔で聞いてよく知ってた。どうしてはね、やっぱり王様家族して泣かしてますから、夜多分王様のお墓からも出て寝どけてますから、戻れますから、門戸だから、徳川さん前とだから入れないだろ。Thank you.
めっちゃいい。いいね。めっちゃいい。かっけえな。